チー国が新型空母建造中だ。どうせいつものポンコツ号でしょ。だが今回は、展示式カタパルトを搭載するらしいぞ。ほんとかしら？ということで今回は、中国の新型空母003型展示式カタパルトは使えない？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C国海軍は、現在、国産空母を建造し、進水まで進んでいる。進水の間違いでは？まあ実際のところはわからないが、空母名は福建と名付けられたんだ。変な名前ね。C国は今までに遼寧、3艘と2隻の空母を保有しているわけだが、それに続く3隻目なんだぜ。でもやっと3隻目でしょ？そうだな。ここで、C国の空母建造までの流れを振り返ってみたいと思う。例によってほじくりね。1982年、当時の C国最高指導者、鄧小平の指示を受けた海軍司令官の劉化清は C国海軍の近代化計画を打ち出した。ほほう。それによると、2000年までは再建機として、C国沿岸の防備体制を整備していたらしい。整備ねえ。その後、2000年から2010年までは躍進前期として、第一列島線内部の制海権の確保を目指してきたんだ。C国が海賊行為に走ってた頃ね。ああ、2010年から2020年は躍進後期として、第二列島線内部の制海権を確保。そして2020年から2040年までは完成期として、アメリカ海軍による太平洋及びインド洋の独占的支配を確立する。随分ハイペースに進んできたのね。そうだな。2040年にはアメリカ海軍と対等な海軍建設を目指すとして意気込んでいるんだ。どうなることやら、この躍進後期、つまり2010年から2020年の期間から、C国空母開発が本格化したんだな。この頃なんだ？ああ、第二列島線は伊豆諸島から、小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアに至るラインを指すので、その内部ということになると C国本土からの支援は期待できない。うんうん。この辺の制海権を確保するためには、沿岸だけを防護するのではなく、外洋での作戦が可能な海軍に脱皮する必要があったんだな。つまり、猫かぶってたのを脱いじゃったと。そういうわけだな。C国の空母開発は、世界を支配する第一幕というわけだ。さて、福建は遼寧や山東よりも大きな艦隊だが、大きな違いはカタパルトを搭載していることなんだ。カタパルト？ああ、スキージャンプ方式は、カタパルトがいらないので空母の建造が容易だ。うん。しかし、この方式だと、艦載機は自力で滑走して発艦しないといけない。大変そうね。重量を減らさないとうまく発艦できないから、大変だな。武器のダイエットしないとだわ。そのダイエットを不要にするのが、カタパルト搭載方式なんだ。ほほう、カタパルトを開発する必要が生じるが、艦載機の重量を増やすことができるのがメリットで、重武装の航空機を飛ばすことが可能になるわけだぜ。重装ねえ。さっきから何か言いたげだな。この福建は遼寧や山東と異なり、カタパルトを搭載する方式が採用された空母だ。うん、しかも、搭載するのは電磁カタパルトなんだぜ。電磁カタパルト？ああ、カタパルトには火薬式、空気式、蒸気式など様々なタイプがあるが電磁式は最新の方式だ。最新式なんだ。当初福建には蒸気カタパルトを使用する計画だったんだが、C国にはそのノウハウがなかった。そうでしょそうでしょ。だから一からの開発となるわけだったんだが、C国はオーストラリアが運用していた空母メルボルンをスクラップとして購入し、搭載されていた蒸気カタパルトを回収し、研究を行ったんだな。また、C国の軍事リサイクルが始まったわよ。それだけじゃなく、ウクライナからも技術を習得したと推測されているんだ。ウクライナの技術もパクったの？そうだな。一方の電磁式カタパルトだが、蒸気カタパルトとほぼ同時に開発が開始された。同時に？ああ、電磁式カタパルトについては、アメリカの大手防衛産業企業 L3 コミュニケーションズの子会社、パワーパラゴンのエンジニアで、C国系アメリカ人の血膜が不正に入手した資料などを用いたとされている。相変わらずやらかしてんな。結局、C国海軍は電磁式カタパルトの搭載を選択することになったから、相当良い技術が盗めたんだろう。最低でしょう。電磁式カタパルトは蒸気式カタパルトと比べて、先進的であり、効率性や安全性も優れている。うんうん。しかし、電磁式カタパルトに変更する際には、ほぼ艦隊の再設計になるほど、レイアウトの大きな変更が必要となるんだ。それは大変なんじゃない？だが C国海軍は、それを行ってもなお、電磁式カタパルトの方が優位であると考えたようなんだな。習近平は新しいもの好きだからね。しかし、電磁式カタパルトには他にも問題があるのをご存知かな？急に喋り方変えないでよ。すまんすまん。
このタイプのカタパルトを搭載した空母を作った国がないのが、最大のデメリットなんだ。どういうこと？今まで電磁カタパルト式に成功した国は、一つもない。アメリカとかイギリスも？ああ、これはそれだけ先進的な技術だからということでもあるんだが。何よ？様々な国が開発をしては、いろいろな要因から搭載を断念しているのが本当の理由なんだな。そんなに難しいんだ。電磁式カタパルトを採用した空母を建造するとしていたのは、C 国以外にアメリカとイギリス、フランス、そしてロシアがある。まず、アメリカとイギリスは共同で電磁式カタパルトの開発を行って、開発には成功し、空母ジェラルド・R・フォードに搭載されたんだ。なんだちゃんと開発されてるじゃない。だが、2019年に当時のトランプ大統領が以降の空母には採用しない旨を表明する。どうして？その理由としては、開発費が高騰しており、高コストということと、運用コストも高いということだったんだ。お金かかるのねー。電磁式カタパルトは、電磁力を利用するカタパルトなので、その分電力を多く使うことになる。うんうん。アメリカで搭載されているのは原子力空母なので、莫大な消費電力を賄うことが可能だが、それでも運用コストは高すぎるんだな。今電力不足だしね。また、最新技術ということで故障も多く、信頼性に疑問が持たれている。こりゃダメだわ。このコスト高という問題から、多くの国が電磁式カタパルト搭載を断念しているわけで、アメリカと共同開発していたイギリスはクイーンエリザベス級航空母艦での採用を検討していたが、これも断念しているんだ。イギリスまで？ああ、搭載予定だった戦闘機 F-35C の開発の遅れやコスト高も相まって、電磁式カタパルトの搭載を中止したんだな。じゃあ、フランスは？フランス海軍は新型コロナウイルスの影響で、空母自体の建造を延期している。話になってない。しかし、C 国海軍は搭載を諦めずに003型に搭載しようと頑張っている。世間はそれを無駄な努力というのよ。そうだな。さて、福建の甲板で3列の電磁式カタパルトが衛星で捉えられているのも事実だ。ほほう？ C 国海軍の大佐は昨年、福建航空母艦が通常の動力を使用し、排気量が7万8000トンで、電磁式カタパルトを採用していることを明らかにした。本当に搭載できたのかしら？当初は蒸気カタパルトを使用する予定だったとのことだが、電磁式カタパルトの開発に成功して、搭乗条件も整っていると発言しているんだな。マジか。また、遼寧三島は C 国海軍が開発した KJ600 空中早期警戒管制機を運用できないが、福建は KJ600 を搭載できるため作戦能力が高まると説明しているんだ。これが本当なら大変よね。ああ、これからも C 国の空母開発はよく注視していかないといけないな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。